まずは注目のニュースをピックアップする太田さんの視点からはい今日はこちらを取り上げます中国軍は台湾を包囲する海域と空域で今日2日目の軍事演習を始めました台湾を管轄する軍東部戦区が明らかにしたもので独立派とみなす台湾の来政特政権に対し軍事や経済を含むあらゆる手段で圧力を強化する構えです 一方、台湾の国防省にあたる国防部は中国の軍用機延べ49機が日本時間のきょう午前7時までの24時間に台湾周辺で活動したと発表しました木原防衛大臣はきょうの記者会見で中国軍の動向に関し重大な関心を持って注視していると述べ日本周辺の警戒監視に万全を期す考えを示しました。 今日の太田さんの視点は、江南両用で封じ込め、中国演習定期化もといい。うことですね。はいあのまあ、来勢徳新総統の衆議院演説から3日後にこの演習が始まったわけなんですよね。はい、でその、まあ、演説では、ですね、まあ、来総統は、中国、中台は互いに冷蔵しないんだと。 でしかもこれまあちゅ一つの中国の原則ですね、はい、これをまあ認めなかった、まあ、その来志への威圧なんですよね。うん、で先ほどあったあの東部戦区もですね今回の演習独立の企みへの懲罰だとそういう言いい言方をしてますよねれ同じようなやり方過去にもありましたよねねそうです、ね、あの2年前なんですけども当時のアメリカのペロシ下院議長が台湾を訪問した直後に、まあ、演習があったんですが、うん、今回はそれよりもまあ小規模である。うん ただ、私、気になるのがですね今回の演習名なんですね、はい。あのちょっとご覧になっていただきたいんですが今回は右側なんですが連合利権 2024A とあるんですね、はい。で実は昨年の春もまあ当時の蔡英,文氏が蔡英文総統がアメリカに行った際に同じ名前の連合利権2023をやってるんですね。 A がいいいていないこのアルファベットがあるかないかで実は大違いじゃないかと早速、ですね私、日本外務省の中国専門家に取材してみたんですが A の後にこれ実は B、C、はい、続くんじゃないかこれれかから状態化すするかもしなないそうなんですね定期的に演習を重ねてですね、はい、まあ中国軍がこれ連動を高めるそういう狙いがあるかもしれません。一方 方でなんですけれども、野党の国民党に対してはソフトアプローチなんですね。うん、あの先月、あのばえき元総統があの中国を訪れた際は、習近平氏。自らがこれ、会談して厚遇をしていると、はい、まあ、す。なわちですね。立法府第一党の国民党には宗派を送りながら、うん、まあ。 来政権に対してはこれ武力的な威圧も背景にしながら封じ込みを狙っているということなんですね。まあしかしあのまあそうやって硬軟両用なんだけどもしかし問題は威嚇行為のこの継続をすることによって台湾の市民全体をこれ敵に回す逆効果もあるわけなんですよね。うん、あのちょうどこの日曜から日中間首脳会談があります。ぜひあの岸田総理はですねこんな威圧的なアプローチやってても中国の長期的な利益にはならないんだよと。 しっかり李強首相に国を指してきてもらいたいですね、はい、では今日のテーマです裏金問題で岸田政権の支持率が低空飛行を続ける中にわかに政権交代の声が聞こえてきました野党はこの好機をどう捉えるのか今日は野党の論客にお話を聞きます国会では今週 政治資金規制法の改正に向けた議論が始まりました自民党と公明党は当初両党合意による与党案を提出する予定でしたが折り合わずようやく自民党が単独で改正案を提出しましたこれに対し野党からは一番遅かったのが自民党ですよ一番遅い上に 中身が一番薄っぺらいと私は思いますよ<ー>顔を洗って出直してこいと裏金問題で国民から厳しい目を向けられ続けている岸田内閣と自民党先月末三つの補選で自民党は全敗しました にわかに政権交代という言葉が聞こえ始めた今野党はこの最大の好機を生かすことができるのでしょうか果たして政権交代はあるのか次の総選挙に向けての戦略を野党論客に聞きます はい国会ではですね今週から政治資金規正法の改正をめぐってようやく本格的な審議が始まりましたね。はい、あの岸田総理は思えば昨年の12月自らが火の玉になってこれ裏金問題解決するんだってもうはっきりおっしゃってた、うん、だけど現状、どうでしょうね非常にまあ生半可なこう、まあ、改正案が自民党から出てきてむしろ火だるまになっていると私は思うんですよね、まあ、あの岸田内閣そして自民党の支持率 ともに低迷しているこれは野党にとっては最大のチャンスと言えそうですがどうなんでしょうか、ね、そうですねそこで今日は果たして政権交代ができるのか、うん、あえて今日は野党のキーマンお二人をお呼びしましたはい。今夜のゲストをご紹介します立憲民主党の小川淳也衆議院議員ですよろしくお願いいたしますままよろしくお願いしますもうお一方日本維新の会幹事長の藤田文武衆議院議員ですよろしくお願いいたしますお願いします あの各種メディアによる世論調査なんですけれども、岸田内閣、そして自民党へは、ですね、大変厳しい眼差しが向けられてますよね、はい。共同通信の調査では、最新の内閣支持率は二十四点二パーセントで低迷しています。また、週末に実施された各種の世論調査では、政党支持率や次の選挙の比例代表の投票先について、立憲民主党が自民党を上回るケースも見られました。はい これはまあ言ってみれば政権交代を望む世論の裏返しだと思うんですけどもね、うん、まずこの数字小川さんからお聞きしたいんですがどうご覧になっておられますか私は09年の政権交代前夜を経験した身でございましてあの時と非常に似ている部分とあの時とは違う部分とあの両方感じています自民党政権が非常に傷んでその海や矛盾が噴き出して国民に嫌気がさしているというのは同じ。 たたや一方私ども野党が補選の参照というのは本当に大きな力をいただいたんですがとはいえ積極的に魅力を感じ積極的に評価し積極的に期待をしているかといえば09年とは状況が違う非常にその両者を誤りなく私ども自身が見つめなきゃいけない。 そんなあの緊張感のあるほど、はい、まあ有権者にも言ってみれば葛藤があるのかもしれないし、矛盾があるってことですよね,そ,すねそこまでの熱気が今あるかというと、どうかなという感じですねです維新の藤田さんは、この数字、どうご覧になっておられますかあの有権者の,この政治に対する厳しい目、そして信頼がもうガラガラと音を立てて崩れているということの、 まあ、一つの現れだといいう,うに思います <laughs> 私今回の問題で非常にこの危惧をしているのはですね自民党の一部の派閥がたくさんの方が関わって、うん、あの意図的にそして意識を持ってですね、うん、中長期的に組織的にしかもこの違法行為を繰り返していたにもかかわらず、はい、今自民党から感じる空気は、うん、なぜこんな小さなことで 自分たちはここまで戦らないといけないのかという恐ろしいこの危機感のなさを私は非常に感じてますでさっきあの映像でもありましたがそういうものを一掃するんだという決意があればおそらく他党よりも早く自分たちが網羅的な改革案を出して しかも大なたを振るうという,やっぱりこう一歩踏み込むんだという決意を示されたはずなのにあの立憲民主党さんや我々の方が踏み込んだ改革案を出しているしなおかつこの先に出しているというのが私はこの自民党の,このやっぱり腐り切ったこの風土 それからこの雰囲気というのがやっぱり私は変えるべきだと思うんですねうん、うん、でも一方で小川さんが言われたようにじゃあ野党第一の立憲民主党がいいのかというとそうもなっていないそして我々維新の会もいや維新の会はまだまだ青い。 それから関西だけでしょというまだステージでここからが本当に信頼をどこが勝ち得ていくかということを真正面から訴えるそういうステージに来ているというふうに思いますなるほどあの先の補選ではですよ、はい、まあ先ほど VTR にもありましたが不戦敗も含めてまあ自民党がまあ参拝した。うん まあ、立憲民主党が、まあ、言ってみれば参勝したということなんですけれどもね。そ,ねそしてそれを受けて今月10日、うん、立憲民主党の泉代表は次の衆議院選挙で裏金議員のいるすべての選挙区に対立候補を擁立し 擁立目標を200人から上積みする可能性に言及している、まあ、情報修正するというこれ、予選を勝っている部分もあるかもしれませんけど、うん、泉さんとしては思い切ったチャレンジをされるわけなんですけど、小川さん、ずばりお聞きします、立憲民主党、単独過半数の確保、これ、可能性ございますかな今、170、80人ぐらいなんですね。過半数ですから、はい 極力できるるだだけ限りりななをよりすすとととといいうここは大事思まただ一方先ほど申し上げたように09年前夜は野党・大統領の支持率は30%に迫る勢いでしたから今、ものによっては5から10あの志を高く勢いを大事にすべきことと片やよくその幻想を抱かないというか厳しめに見積もるというかそういう謙虚さ。 を金備えななければならないしたがって、その単独過半数という、まあ、目標を掲げたりあるいは候補者よりに努力したりすることはたとしつつも、うん、あのもっと謙虚でシビアな見立てをしっかり置くべきだろうとこれが現実感覚じゃないかとても浮かれ,られて浮かれている状況では全くない,ってと,、ね、い,ないということですね。一方、 維新の会は先の補欠選挙で東京15区そして長崎3区に候補を擁立しました。しかしともに立憲民主党に敗れているということですね。そうですね。うん、あの昨年の統一地方選ではまあものすごい勢いを見せた維新ですよね。はい、私もたまにあの関西の番組お邪魔するんですけど、うん、やっぱり維新さんに対する人気はやっぱものすごいあるんですよね。うん、そのまあ一時の勢いなんかちょっと陰りがこう見えてきてるような感じもするんですけども、まあ。 現状を踏まえましてですね藤田さんに今後の総選挙に向けた維新の戦略少しお聞かせいただけませんかまず、ちょうど1年前に統一地方選挙というのがあって、はい、我々約400人ぐらいの地方議員が800人ぐらいになりました。うんうん そしてて補欠選挙もちょうどあってですね和歌山一区というところでまあいわゆる我々が全くこの地盤がなかったところでそれを勝ち取ることができてですねそういうこともあって相当メディアの皆さんにもまあ維新の勢いという報道をしていただきましたで一時夏ぐらいまではですねもう野党大統領になるのは維新じゃないか立憲民主党さえの支持率が各社上になっているとまあこういう状況があったんですが私結構冷静に分析をしていたのは我々の実力以上に上げていただいているという 認識を当時からありましたで今回そこから1年経ってですね、まあ、非常にこの結果が結果でしたから厳しいあのご評価を頂い,いていると思うんですでもこれが私今の党の少しずつ上がってきた実力がこの今現在地だというふうに分析しています。補欠選挙で分かったことは、まあ、我々はまだまだ関西以外の地域では力が足りないと。 それは地道にやるしかないということを改めて認識したこととそれからあの構図の意味で1つ思ったことは立憲民主党さんと共産党さんがこのある種の選挙協力や住み分けをすることは脅威であると。はい さまざまな選挙区でこれはおそらく立憲さんの勝率を上げることに寄与するというのはデータかかららも明らかです例えば、中国でいうと共産党が出てたらおそらく接戦でしたそういうデータ分析であります。ですからそういう意味で我々は我々の政治姿勢を地道に訴えるとそれから候補者も一つでも多くの選挙区に出すという非常にシンプルな戦略を取りたいと思っています。 さてその立憲民主党とそして日本維新の会の関係が気になるところなんですがえ補選後の先月28日日本維新の会の馬場代表は会見で立憲が野党第一党では日本はよくならないと発言これに対して立憲民主党の泉代表立憲とことさら戦おうというような構図作りはあまり功を奏しないのではないかと互いを牽制し合っているんですがこの2つの政党 100を超える小選挙区でまあ重複しているそこでまあお聞きしたいんですけれどもこれやっぱり今現実的にですよ事故をぶっ潰すには、はい、倒すにはやっぱり手を組まざるをえないんじゃないかというのが私なんかこうね素人目線でそう思うんですけれども、はい、野党第一党第二党手を組む可能性ありますか、小川さんまずどこまで自民党政権を倒すことに本気になれるかと、うん、いうことは非常に大きいうん、うん、と思うんですね。はい でそれを度外視してしまうと、まあ、立憲と維新さんとで野党第一党争いをしてしまうとそこに落ち込んでしまうということも理解できるわけでここはやっぱりあのいろいろ共通しうることもあれば相いれないことももしかしたらあるかもしれませんがこれだけ自民党がいたんで、うん、これだけ国民が選択肢を求めている時に野党に所属するあんたたちは一体何のために、うん 何なら妥協できてどこは譲れないのかということを一番見ているのは国民なのでなるほどそこに対してこうお互い責任ある態度で望む必要があると状況はは変わっていると私今、小川さんから結構権力を取りにいくためには、ね、やっぱり組むとか組まざるを得ない時もあるんじゃないか割と率直なご意見だったと思うんですが藤田さんいかかがですか私はかなりハードルが高いなというふうふに思ってまして、うん、とおっしゃいますね 自民党を倒すということを一点にこの最優先事項において選挙戦略を考えた場合それは一つの選択肢になるでしょう。ただし政治は 政権を取って何をするかまたは政権を取らずとも何の政策を実現するかということが最も大事でありますからあの大変あの失礼ながら率直に申し上げると立憲民主党さんと我々ではかなり国家にの基本に関わるそのアジェンダについて合意できない部分が多すぎるというのがあります。ですすからそれをを自民党を倒すためだけに この手を組んで例えば選挙協力をする調整をするということをすると私は一瞬で野党に対する期待もなくなるんじゃないかというふうに、うん、あの私は選挙責任者としては思っています。 なるほどあの世論調査を見ていますとです、ね、政権交代を望まれる方が6割から7割という数字があるんですよね、はい、ただ同じ数字、6割、7割がそれでも野党には期待できない、まさにこの裏腹葛藤なんです、矛盾しているようで、うん、非常に複雑な,、ねなね、有権者の心情が現れていますねその矛盾を私、小川さんにずばりお聞きしたいんですけれどもやっぱり立憲民主党の指導部、これがやっぱり指導力を発揮してないからじゃないか。 実は有権者の皆さんもそこをご不満を持っているから,からこの6割期待できないという数字が出ているのかもしれない率直にどう思われますか泉さんはじめあの泉さんは本当に若くしてそして極めて忍耐強く党を率いておられるまた岡田さんや安住さんはじめとしたベテラン勢のさまざまな経験から生まれてくる厚みですよね安定感、はい、これはこれであのなかなか代え難いものだろうと思います。ただやっぱり結 他においてまさに太田さんおっしゃったように野党にこれだけ政権交代を望,み望むというよりも望みたいという有権者の願いだと思うんですねでありながら片や一方で6割から7割の有権者がとはいえ野党に期待できないと言っていることの結果責任は、うんうん、我々みんなで受け止めなきゃいけないことなんですが。うんなるほど やっぱり執行部の受け止めるべき責任の大きさの度合いというんですかそれはやっぱり執行部自身があの極めて厳粛に受け止めるべきことなんでしょう非常にその突き放した言い方をする立場に本来ないんですが、うん、あのそれぐらいの自覚を持った執行部であるべきだし、うん、そういうことが国民には伝わるべきだとということは感じます9月に代表選がありますけれども場合によっては小川さんがお立ちになるということもあるあのそういうことをこう公言するようなあの状況でも、うん。 おーないわけけですけれどもど党内にいろんな活力とかいろんな声とかいろんな選択肢があることは大事なことなのでそういう意味では我々、活発に議論したり切磋琢磨したりっていうことは必要だと思います、はい、あの私、藤田さんにも同じ質問で、まあ、執行部におられるからなかなか難しい。<laughs> まあ、あのご自身をこうあの 客観的に評価するのは執行部難しいかもしれませんけれどもいかがですか馬場代表でこれやっぱり今のこの維新の人気をもう一回取り戻すっていうふうなそこはどうご覧になってますか可能ですか もちろんそれをあのやるために我々執行部一丸となってやっておりますからまあ馬場代表はさっき少しねこの尖った発言ありましたけれどもまあ私が上品担当なんですがあのチーム戦で馬場代表は非常に忍耐強くこの組織をマネージメントする。また我私を筆頭に 三役も非常に若いメンバーを引き上げていただいてその若い力をどんどん前面に出して自由な発想であのチャレンジしていこうというそういうマネージャーですから私はあの今の維新の会にとってベストなあのリーダーであるという,うに思いますからその良さをまああの多くの皆さんに分かっていただく努力を私もしたいと思います。 いつ解散・はい、総選挙が行われるのかこれ、まあ、岸田さん次第のところでもありますがす、ねうん、次の総選挙でもし与党が過半数を割ったとしても立憲民主党が単独過半数を取れない限りまり、あ、連立でまとまらないといけないこういった連立、どううなっていくんでしょう、ねうんうん、そうなんですよそこでまずあの小川さんにお聞きしたいのは勝利の方程式政権取るとしたらこれ連立も視野に入れなきゃいけないんですけど方程式、どうお考えになってますか。 あのまあ、これは全く試験としてあの受け止めていただきたいんですが、うんはい、やっぱり立憲を中心とした政権を目指すわけですあの単独であれ連立であれその時に一番大事なことは仮に単独で過半数取れなくても比較第一党国会内の第一党になれるかどうかが極めて重要で、うんうん、仮に自公が過半数割れしたとしてもですね比較第一党が自民党と。 いうことに仮になれば自民党を核とした連立協議なり連立への流れが一定できるわけでやはりそこに持っていくと大きくは政治は変わらないので引責責任を取らせるということにもならないわけでやっぱり我が党が非核大党で他の野党と真摯に謙虚に協議をして連立を持ちかけるということが仮に単独関数取れない場合。 目指すべき姿でははないかと私は思い一方、日本維新の会の馬場代表昨日の会見で次の衆議院選挙で自民、公明両党の議席が過半数を割った場合の対応について政策ごとに政権に協力するパーシャル連合部分連合の可能性にも言及しています。 これ、これ私がむしろ、藤田さんにぜひお聞きしたいんですけどこれは何を意味されているのか、場合によっては自公が過半数割れした場合ですよ、政策ごとに、これ、閣外にいながら自公と協力するのかどうか、このパーシャル連合が何たるものかということをまずお聞きしたいんですけれども。 あのまず選挙の中で自故が過半数割れするかまた小川さんがさっきおっしゃられたようにどこがどういう議席になるかっていうことで相当バランスが違うと思うので私は選挙をまっすぐにまずみんな戦ってその後にどういう枠組みがいいかまたはどんな進め方がいいかを考えるというのが私は選挙に対して真面目な向き合い方だとまず思っています。 拡大してですね規制を緩和しこう民の力を最大化しようということをやってきましたし例えば地方文献でもそうそれから私たちが一番大事にしてきたこの身を切る改革つまり今回の政治と金に直結するですね自分たちの,この身分や待遇に厳しく。 襟を正しそしてその制度を変えていくという強い思いがあります、まあ、ですから例えばその立憲さんであれ自民党さんであれ我々の政策を一つ二つ突きつけてそしてそれが一つでも二つでも実現するということによってまずは交渉のテープが始まるということがおそらくあの一番健全なんだろうというふうに思いますただそれは選挙の後を考えることでまずは自分たちの政策を真正面から、うんうん この国民の皆さんに問うということをすべきだと思います。あの今の藤田さんのまっすぐにまず選挙をやるっていうお言葉、はい、それから小川さんのお話、これ参考にしたいのは実はドイツの事例なんですよね。そうなんですよね。あのドイツでは現在のショルツ政権でも中道左派の社会民主党、SPD と緑の党、そして自由民主党、FDP の三つの党で連立政権を組んでいます。 この連立はほとんどの場合選挙の後に決定されるんですよねそして政党の色の組み合わせによって信号連立やジャマイカ連立と呼ばれるこのように赤や黄色緑黒が 組み合わさっていくと,いうことです、ね、そうですね,ねあの、ショルツ政権ができるときもいろんな議論があって、どっちなんだろう、ジャマイカか信号かって、最後まで議論があった、選挙のあとですよ。これ、連立交渉、非常に何ヶ月もねん、そうなんですよね、まあ、そういう弊害はあるかもしれないんだけども、ね、これ、一つのアイデアかなと思って、ね、今のお二人のお話とも、通底する部分が出てくると思うんですが、一方で、これ、連立やる場合なんですが、私あの、ここは小川さんにお聞きしたいんですけれども、やっぱりこうちょっと国民がいささか不安に思っているのは、立憲民主党の安全保障 政策外交政策、これ、やっぱり2009年の時みたいにガラッとこう変えられちゃうと今、この安全保障環境が厳しい中、不安をやっぱ抱かれるんですよ、はい、国民の多くは。この点、小川さん、どうお考えですか、ね、この点は、09年の大きな反省事項の1つだと私自身、強く認識しておりまして、特に当時の普天間問題、それから尖閣問題、掲げた理想そのものが悪かったとまでは思わないんですが、 やっぱり相手のあることですから、うん、極めて慎重に、うん、かつ現実的な対応を重ねていくということが強く求められるわけでしたがって外交・安全保障政策に関してはあの何が変わったんですかと逆に問われるぐらいでむしろちょうどいい、うん、あの大きな旗は掲げる必要があると思いますよ。はい、あの極めて 平和的的で、うん、そしして外交をとたあまりこう武力実力に頼り過ぎてるようには取られないような、うん、あの大きな旗をかける必要はあると思うんですがなるほどそれにしても極めて現実的で安定的な人たちだと思われる必要がある。 私はそう思っなるほどまあ、今のお話も受けましたあの藤田さん維新の,この外交安保戦略岸田内閣、いろんなことをやりました GDP、国防費2%であったりです、ね、日米の指揮統制機能の,この連携強化きの日米首脳会談でそういうまあ合意を結んでくるわけなんですけれどもこういった自公の路線というのは維新が政権に参画されても変わらないというふうに考えてよろしいですか。 フランスは劇的にこの数年で変わってますし東アジアの,アジアの情勢はかなり緊迫していますでその上で、防衛力を強化することであるとかあとはこの日米の関係性それから統合抑止こういったものをあの強化していくということは当然でありますしこの数年来かなり議論してきてなかなか踏み出せなかったところまでやっているということについては安保3文書も含めて私は評価したいと思います。我々はより正直に 現,代日本が現在、日本が置かれている環境下を厳しい環境下をこの国民の皆さんに伝えるというそういう正直な政党でありたいなというふうふに思いますからあの小川さんが言ったこととくしくも同じなんですが現実をちゃんと直視して本来やるべきことをやっていくとそれは自民党もやろうとしていますからあの政策思想については私は外交安全保障については近しいというふうに認識しています。はい 政治資金規正法の改正をめぐってですねおとといから衆院政治改革特別委員会で集中審議が始まりましたね、えー、では各党の改正案を見てみましょう議員本人に対しての責任を厳格化するいわゆる連座制ですが自民党案では収支報告書の確認書の添付を義務付け会計責任者が処罰された場合に確認が不十分なら ならば議員も罰しますまた政治資金パーティーについて自民党は公開基準を20万円から10万円超と引き下げましたがこれは公明党と折り合いがつきませんでした政策活動費については自民党は50万円以上の支出の場合大まかな項目別に公開するとしています また企業団体献金については自民党は言及がありませんが野党案ではこれはいずれも禁止としていますあの私、まずですねこの表を見てまして小川さんにまずお聞きしたいんですけれどもねこの禁止のところですよ特にこのまあパーティー券購入者ねこれまあパーティー券そのもの全面禁止ということですよね。 でさらにまあこの企業団体献金もまあ禁止されると、はい、でこれ、恐らくです、ねうん、地元の事務所を畳まなきゃいけない議員さんも出てくると、うん、やっぱりより広くあまねく市政の声を聞くということも大事なんですよね政治資金、かなり厳しくなってくる方もいるということですね,ねどうですか、本当にこんな全面禁止できるんですか私はちょっと甚だちょっと疑問なんですけれどもいかがでしょう。 かなり党内の議論を経ていわゆる高い球というんですか非常にタフな案を各党に対してぶつけていることは事実だと思います、うんはい、ただし30年前に政党交付金制度が入って一定の政治改革が行われた時に掲げた理想が企業団体献金の全面禁止でうん、うん、だからこそ国民1人当たり250円当時のコーヒー1杯分拠出してください。うんなるほど それを各党に議席数に応じて配りますというまあ,ある種の当時掲げた理想で今となっても宿題なんですねただ昨日今日うちの党幹部でまあこういう法案を出し意思決定をしたが自らのパーティー予定していたものはあのそのまま行って今相当批判をいただいていますこういう案をまとめた側の責任があのまだ法案が 成立していないとはいえすでに発生していると、うん、いうことを我々はか、えー、みしめないとですから<は>あのできるのかできないのかでいうとかなりタフでありハードなことだと思います、うん、しかしそれをすることで政治の体質改善を進めていこうという大きな球を投げているわけですから、うん、単純にそのできるできないにとどまらずやらなきゃいけないと、うんうん、私は思ってますけど、ね、これ禁止してもコーヒーもう一杯って話にならないですか しないでように体質改善を図るということですね。ななあの法案が通らないことを前提としたパフォーマンスではないかという厳しい意見もありますが今の状況で、はい、そういう批判が起きるのは当然ですよね。うんうん、ですからやっぱりこの案をまとめた側の責任すでに道義的政治的責任が発生してるんだということを共有しながらあの完全実施は法改正後だとしても私はもういち早くパーティーはやめてあのこれまでもほとんど個人献金で。 ありがたく活動してきましたけれども一刻も早くみんなでそういう方向に向かわなきゃいけないそういう責任がすでに発生しているということを心したいいと思いますなるほど藤田さんがお聞きしたいのは維新の方はパーティーは5万円超の場合はこれ購入禁止にするということですねで企業団体献金は禁止でこれは立憲と足並みが揃っているんですがこの5万円、これなぜこういうふうな縛りにしたんでしょうか。 これは法案を出したのが公開基準が今20万円以上、はい、っていうところになってますから5万円にしようという意味で5万円以上売ったらだめということでありますではないん。です、ね、で我々が線を引いたのはパーティーというのは寄付は5万円で公開されるけれどもパーティーは20万円以上の公開だから差があるわけです。はい、ですから企業団体献金のある種の抜け道としてかなり使われてきたというこれ実態があるので今回我々は パーーティーは構わないと、まあ、多くの人に来ていただいて、うん、そして思いを伝えるというパーティーの価値っていうのは一定認めつつもそれは個人にしようとだから企業売り特に大口を含む企業売りはやめましょうという線引きをしました、うん、あの今日小川さんと共演ですごい良かったなと思ったのは、うん、今正直に話していただいてすごく私はほっとしました。はい、というのも私は立憲民主党さんの責任者の方々に。 言ったからにはやるというエネルギーを一緒に走しましょうよと何度もお願いをしました。例えば企業団体献金、我々は廃止と訴えて実際結党以来もらってないんですね。でそれは他党がやってますから厳しいことなんです。それからパーティーもこれあの実際企業団体よりはやめましょうと言ったから内規に定めました。でも立憲さんは法案が通らないとやるとつまり高い玉だから通らないからまあ通るまではやり続けると公言している議員が。 たくさんいます。うん、私はこれは大問題だと思っていて、だから内容は似通っていても私はご一緒できませんと申し上げているんですね。うん、政策論だけじゃなくて政治姿勢なんですよ。両輪でこの政治の金の問題を片付けないと私は日本の政治良くならないと思います。なるほどなるほど。あのちょっと確認なんですけど、先ほどのあのパーキンパーティー権の話なんですが、維新はだから5万円超を超える場合はこれは えー、要するに、禁止ではなくて公開をしていくというあそ,うですそれ、あの公開の欄に書いてあるんですが、自民党は10万円、はい、あのいわゆる今20万円を10万円に下げる、で公明党さんは5万円といって、今、ここ、自公で揉めてるんですよ、われわれはもうそんな小さなことで揉めずに5万円にしようと、でその上で企業や団体への販売を禁止しようということです、ね、なるほど、ちょっと分かりにくい書き方で、でね、ちょっとそこはちょっとお詫びを申し上げたいと思います。はい、失礼しましまた はい、ここからはです、ね、あの政治資金規正法、この改正の話をしていきたいんですが、はい、果たしてそれでね、まあ、先ほどもしてきましたけれども、うん、まあ改正すればそれ、国民の不信がこれで払拭されるのかっていう問題なんですよ、ね、そううですすよよねそうまずは今週月曜日の国会の模様をご覧くださいでそのちゃんとした調査じゃないなということを、森元総,総理ご自身が総合雑誌でいろいろお話をされてるじゃないですか。そうだ 具体的な質問はなかったとおっしゃってるんですよ、これじゃね、いや、そうですよ、ご機嫌うかがいですよ、調査じゃないですよ、再聴取をした方がいいと思いますが、いかがでしょう再聴取等は考えていないと思っております、うん、このやり取りなんですけどね、はい、私あの、裏金事件のこの本質を象徴するやり取りだったと思ったんですね。うん と言いますがやっぱ去年の後半からですよ冬になってからこの問題が出てきてまず岸田総理がやるべきは党の総裁として第三者の特別委員会をこしらえて、うん、公平・中立公,正公明・盛大な調査をやって、はい、ファクトに根ざしてそれで処分を決定していく、うん、さらに法改正再発防止なんですよ、はい、だけどこの一番最初の1丁目の一番地ですよこれ改正の もう深層がねどこに行ってしまったのか、グラ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 して土台がない。これこのまま法改正やっても沙上の老朽になるんじゃないか。すなわち、はい。 番なあの軟弱地盤でですね、うん、国民の政治を回復するそのも土台はできないんじゃないかと思うんですがこの先ほど来の国会での野田元総理と総理のやり取りも含めまして、まあ、森元総理の証人喚門等も含めて小川さん、どうご覧になっておられますかこのの真相究明の話まさに大沢さんがおっしゃった通りで真相究明に本気で、うん、そして責任の追及厳正な処分。 で制度改革という順番で事が運ばれて初めて国民の納得感が出るわけでその最初の切り出しからして曖昧でですから私はこれは本当に真相究明して責任を追及して制度改革を行おうという気概を感じたことがなくてつまりどうすればごまかせるかどうすれば逃げ切れるか自分の延命が図れるかというメッセージしか感じたことないんですね岸田さんから。なるほど これはもう本当にばれてるというか見透かされてるというか、うん、とてもではありませんが本気じゃないなるほどで森さんに限って言えば残念ながら安倍さんもその前の細田さんも亡くなってるわけですからその前の前の森さんあるいは場合によっては小泉純一郎さんの時期も被ると思うんですね、うんうん、こういう今ご健在で少なからず影響を持ってる方々にはやっぱりきちんと聞けてこその。 本気度が伝わってくるんじゃないかと思います、うん。なるほど。この真相究明の点、藤田さんはいかがお考えでしょうか。あの同感です。うん、あのやっぱり本気でこういう大不祥事、大失態があったときは、もう徹底的に事実を究明して、でそれを改善する大なたを振るうということじゃないとダメだと思います。はい、小川さんのおっしゃることと全く同感ですね。だから多分彼らの ダメージコントロール戦力はできる限りうやむやにして引き伸ばして極力ダメージが少ない形でみんなに忘れてもらおうということが当初からそれは例えば企業でも不祥事が起こった時の対応としては一番やってはいけない最悪の手法なんですよね。 だから、まあ、まさに自民党の統治能力を疑うととといいうことだと思います、うん、なるほどあの今もお話ありましたけどもね、はい、やっぱりこう岸田さん、派閥解消ってこう行くわけなんですよねだけど肝心要のそのファクトについてはこれねなんか触れないままでこうなんか逃げをせると言ったらちょっとこう言い過ぎかもしれませんけど実際、処分を見ていても甘い。 ご自身に対する処分もないそれから、ですね政林、まあ、心にもっと来てくれって皆さんおっしゃってるわけですよ、はいうん、その裏金を取られた議員さんに対してだけど全然これ出てこないまさにこれ忘れてくれっていうそういうメッセージにも伝わるんですよね。そう,よねまあ、そうなると岸田さんのリーダーシップということになりますけれども、はいえー、岸田総理の裏金問題をめぐる対応について世論調査でも評価しないという声が多い指指導力不足を指摘する厳しい。 意見持ちえてきますね,すねあの先ほど来、この統治能力ガバナンスの話もございましたけれども、うん、まずあの小川さん、これ岸田総理の指導力どうご覧になってますか、率直に申し訳ないんですが完全に落第じゃないですかね、おうおうそれは早い時期から、私は実は就任早々、一番大きな意思決定されたのは国葬の決定なんですが、うん、あの時から安倍派へのご機嫌伺い、うん、それはイコール自らの延命、うん、という匂いをずっと感じて。うん 来てますそれからこれはまあ賛否両論あっていいんでしょうが防衛費の2倍もいきなり極端すぎると、うんうん、でそのための増税なら辞さずから始まり、うんうん、社会保険料で子育てをするとか、うん、まあちょっと本当に水違いの政策を,をこれでもかというほど出してくるこの無秩序さといえばいいのか逆に言えば何でもありというのか、うん、そのただ、通定しているのは自らの延命。うんうん とといううことが党内外にもう知れ渡ってしまって、だ、自民党内からもいっぱい悪口聞こえてきますから信用できない、何するかわからない怖い、はあ、という悪口がいっぱい聞こえてくる状況ですから指導力については申し訳ないんですが完全に落台と今、落第という厳しい言葉がありましたけも、藤田さん、どうですか総理の指導力。 私は岸田総理とは人間関係が実は残念ながらないので、どういうご性格かは分かりませんが、あの自民党の今の現状を見るにつけ、あの総理総裁でありますから、おそらく全ての采配を振る権限を行使しようと思えばできるはずであります。うんうん、ただ、このこの大不祥事の収め方一つ。それから例えば憲法改正。今一生懸命やってます。けれども、これも。ずっと と言ってたんですけど、今やってもおそらくね時間切れで間に合わない。だからそういうことのどこでアクセルを踏むかであるとか、そういうところについて私は岸田総理がこのままこの政権をもう一度復活させてやっていくということはおそらく難しいんだろうというふうにま思います。まただ他者のことでありますから、まあ我々はその至らずを別に岸田さんのパーソナリティを責めるつもりはありませんので、政策論でそして政治姿勢で。 こうダメだととととといいいいううここをを突きつけていくということをしたなるほど政治信条政策論争でこれやっぱ勝負していきたい、はい、というお話ですあの国会は実はあと1か月切っちゃったんですよね、えーうん、でこれ政治資金規正法の改正案これできるかできないかこれ非常に難しい、まあ、タイミング的にもね延長しないといけないと思うんですが例えばその指導力のない岸田総理に内閣不信任これぶつける気ございますか会期末に小川さん。 あの根本的に信任していないことは間違いないので、うん、ただ、いろんな政治的、政局的判断が執行部にあるでしょうし、うん、それから泉さんはその不信任案提出の可能性についてはすでに言及されていると思いますので、うん、あのとにかく信任していないことだけは間違いない。 藤田さんにお聞きしたいのは仮にこの政治資金規正法の改正案ですよね非常に納得のいかないものがこれ自公で通りそうになった場合ですよこれどうされますか例えば維新から不審議に突きつけるとかですねもうやめてくれと。 退陣してもらうとそこまでの覚悟というのは維新ございますか現でそれは選択肢としてはあり得ると思います<ー>あのというのも、うん、今回の政治改革については特に政治改革の中の政治と金の話ですけれどもほとんどが 自分たち議員の身分や待遇そして税金をお預かりしてまたは寄付をお預かりして皆さんから預かったお金の使い方の話でありますつまり自分たちの話なんですよ、うん、だからやろうと思えば徹底的にールをたすということはできるはずなんですが、うんはい、今の案をあごめんなさい自民党案を見ているとですね、まあ、本当にそのやる気のなさしか見えないと、うんうん、だから我々は要求を今週も突きつけてますでもしそこに大きく踏み込んでくるんであれば私は あの単純に是正非,非で評価したいと思います。たしそこまで至らないんであれば、こんな自分たちのことすら。できないのに、多くのこの諸課題を抱えるこの日本の舵取りができるのかと、いうことを。やっぱり問わないといけないというふうに思いますから、そういうすべての選択肢を排除せずに。最終版の国会をやりたいというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。あの日本の政治ですよ。はい やっぱり真、悪くばたたずって総理、ずっとおっしゃってる。るこ,この裏金の問題が起きてもう半年近く以上ですかね。 この間やっぱり国民の生活円安での,この輸入物価高であったりですね実質賃金もなかなか上がらないっていう風な状況があるわけなんですよ。でこれから場合によってはあの利息のあるってうかなその金利が上がってですねそういった世界も現れるかもしれないんですよね。 経済のの本質はそそこなんですよね、はい、その政治にぜひ立ち返ってほしいだから今日お二人野党をお招きしたのはそこからです、ね、この政治をどう変えていくのかというメッセージを今日頂い,いたと思います、うん、ぜひこれから残り少ない会期ですけれども、うん、ぜひですね骨のある真の政治改革これぜひですねお二人に先頭になって引っ張っていただきたいと思います。 本当にあの国民は緊張感のある政治を国民がね求めているのでそれ野党にも本当に答えていただきたいなといいううふうに思いますよね,そうですねであと大事なことは私たち国民が一人一人真相究明を求め続ける、はい、そして政治が変わるには何が必要なのか。 与野党問わず、身近な国会の先生に伝えるのもいい、あるいはこういろんな形で意見を SNS 等で発信していただくのもいい、はい、やっぱ国民がみんなでこの議論をやっていかなきゃいけない、うんうん、そうしないとやっぱり日本の政治の信頼回復はないんじゃないかと思いますね。は,いはい、今日は小川議員、藤田議員、ありがとうございまししたたありがとうございま来週も「報道ライブインサイドアウト」、ぜひご覧ください。